はい、皆様おはようございます。リヒトドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストムーフはガール実況プレイ続けていきたいと思います。本日は夏の月28日火曜日です。今笛間違えました。押すつもりもなくめっちゃ引っかかっとるやないかい。諦めるな。行きたーい、こいこう。今日も特になんもないです。晴れだねー、めちゃめちゃ晴れだねー、いいねー。さあ畑もどんどんね、まあ連作のやつが残ってるだけなんで、あの探索がこれ以上植えられないっていうね、連作はワンチャンね、もう一回来たらいいなみたいな感じで待ってるんですけど、まあ出なかったら出なかったで、よし、アポケステの話だ。うん、ああ、そういえばあったね、日記帳に。ポケステの中に入るというね、謎のことですけれども、そこを深く追求してはいけないんだけどね。ポケステの中に入るって何みたいな、どういうことみたいな。おう、ん、お誕生日、クレアちゃんのお誕生日って今日だったんだ。ごめんごめん、すっかり忘れた。え、違うよね。え、秋じゃなかったっけ。あれ、え、28日だったっけ。あ、年に1回は行ってる。あ、シンプル、ランちゃん、シンプル。カレンちゃん、かっこいいな。あー、でも、これより新しいってことは、クレアちゃんの誕生日今日だったんだ。ごめん、完全に自分が忘れてたわ。めんごめんご。クレアちゃんの誕生日いつに設定したか全く記憶してなくて、秋じゃなかったっけとか思ってたけど夏だったわ、ごめん。なんか決めた日が確かあれなんだよ、こうその日に収録した日にした気がするから、一番最初にね、収録開始した日にしたはずだから、20何日だったと思うけど、夏だったっけ、秋だったっけって感じだったから、ごめん、完全に忘れてた、ありがとうね。いや、初手で見えるのがグレイ君っていうのはちょっとね、まあ、そういう仕様になってる。あ、みんなエルになってる、今気づいたけど。いやー、おめでとうクレアちゃん、ごめんね。びっくりするぐらいさ、あの自分が普段あのつける誕生日だったら覚えてるんだけど、あー、ごめん、あんまり私ね、僕モードのキャラクターにつけるときってね、なんか決まった、いわゆるこう、春、夏、秋、冬っていう設定じゃないですか。誕生日設定する、キャラクターに誕生日設定するってことちょこちょこあるじゃないですか。でも、その時ってこう、1月から12月までのどれみたいな感じで、そういうときに私が決める、危ないからこっち行って。そういう時に私がつける誕生日って割と決まってるんですけど、このゲームの場合、春夏秋冬から選ぶじゃないですか。だからあんまりね、なんか、まず自分の誕生日のやつはあんまり選ばないよね。だから、なんか、適当に、ああ、ゲーム始めた日とかにすることが多くて、結果覚えられないっていうね。あ、なんか咲いてる。あ、これジャガイモか。なんか咲いてるじゃねえんだよ。どうしようかな。ジャガイモ。でも、グレイ君の用のやつな。もうそれなりに溜まっちゃってるし、まだ10個くらいあるはずだし。とりあえず持ち込んでいいかな。100個の出荷。あ、間違えました。100個出荷用にぶち込んじゃおう。うん、で、ちょっとね、種持ってくるわ。そう、皆さんはどうですか、キャラクターに誕生日をつけるときって自分の誕生日をつけますか。ちっちゃい頃とか自分の誕生日付近をつけてたと思うんだけど、なんかね、あんまりこう、まあ、特にじゃがいも連続で回ろうか。
よいしょ。特に私あんまり実況のあれでは誕生日公開してないので、悟られないように全然別のをつけるっていう意味でも、ゲーム開始した時っていうことが多いんですけど、よいしょ。大体自分の誕生日をつける人が多いんだろうなーって思う。キャラクターに見合った誕生日ってなかなか難しくない？みたいな。名前をつけるのはキャラクターを見てこの辺だろうなってのはあるけど、誕生日ってこうキャラクターを見てこの辺が誕生日っぽそうだなって意味がわかんないからな。あとこうあれだよね、僕元の場合は誕生日とイベントが被らないようにするっていう人もいるかもしれないね。まあ、特にこのゲームの場合だと、まあポスティングされるから別にいいとしても、キャラクターがセリフへね、誕生日おめでとうって言うてくれるとき、イベントと被ってるとそれが聞けないみたいな仕様とかもあったりするから、例えばこのゲームの場合だったら、もしもこのゲームの場合キャラクターが言ってくれる仕様だとしたら、イベントの日っていないじゃないですか。あー引っかかりすぎ、またここ晴れてる、またかからなきゃいけないかな。イベントの日ってキャラクターが外にいないので、イベントのところでしか会えないから、結果誕生日おめでとうって言うてもらえないみたいな。でもこの作品以外ってどうだった？だってルンファックとかは誕生日おめでとうって言ってくれた気がする。最近なんかだいぶ最近ではないけど、ちょっと前に4をやった時とかはなんか言うてもらえた気がするねんけど、それイベントとかぶってたらどうなってたんだろうね、と謎を残しつつね。誕生日を決めるって難しいな。でもそのイベントがいつかわからない場合は本当にね、被らないことを祈りつつって感じだよね。あ、間違えた。よいしょ。あ、魚じゃねえ。魚もだし、蜂蜜いてんのも忘れてるわ。グダグダしてたら。あ、ランちゃん。作品によってはこうやって喋りかけた時に誕生日おめでとうって言ってくれることがあるんだけどね。まあ、今回はポスティング出るからね。みんなありがとう。まあ、ポスティングされてた方がなんだろう、残るからね。何度でもあそこで読み返せるから、割と嬉しいかも。よいしょ。おいしょー。待ってな。まあ、ちなみに前もどっかで言った気がするけど、私はキャラクターに誕生日、つけるとき1月から12月までで選べって言われた場合は3月31日にすることが多いです。なんかね、自分のなんかキャラクターを作ったときに最初になんか3月31日にしたのがきっかけかな。それ以降なんかキャラクターに誕生日つけるというときは3月31日にすることが多いです。ただこれを風化雪月でやったときミスったなって思いました。カレンダー通りに物語が進んでいくゲームで、あの3月31日、4月スタートの時3月31日にしたら割と失敗するということをあそこで学びました。遅いんだけど。ちょ、難しい。あー、あぶね。今丸押したかと思った。あ、ダメだ。くそ、なんかめちゃめちゃ、そう、青の行動がめちゃめちゃ難しくって、ちょっと、ちょっと、あ、ダメだ。もう、ダメだ。まるでダメ。全然ダメだった。これさすがにもう一回は来ないかな。もう、ちょっと不規則すぎて。来るかと思った、もう少し来るかと思ったところに曲がりやがってっていうのが続きまくってダメだったな。今日はもう一つも目測が合わなかった。これ僕との息が合わなかった。まあそんなこともあるってことで。よいしょ。あー、あぶね。これグレイ君のあれに間に合わんかもしれん、ワンちゃん。まあ図書館に行けばいいんだけど。
もう11時には出ちゃってたっけ、どうだっけ、ちょっと行ってみるわ。うん、邪魔、ウィンド邪魔、絶妙に引っかかりまくるというね。まだいる？グレープ。あ、いるわ。ちょっと慌ててきたからジャガイモ持ってきてないけど、まあ喋りかけるだけしておこう。ない。用事はない。だって用事を言ったらここ締め切っちゃうんだもん。ちょっとあの草刈りしよう。草刈りっていうか草抜きというか。まあ、せっかくだから鎌使うか。いいんだ。よいしょ。ちょっと危ねえな。ちょっとこの辺はちょっと危ねえな。これワンチャンあの草を渡してしまうという可能性があって、こうやってこんとこへ。よいしょ。そう、3月31日にしちゃうとね、こう。4月スタートでカレンダー通りに物語が進んでいくゲームだとね、ちょっとやらかしちゃうんだよね。終盤になるっていう。まあ、誕生日がになんか起きるゲームってなんかいいものがもらえたりとかするじゃないですか。僕ものにはないけど。僕ものにはないけど。あ、でもなんか運泊ではなんかもらえたような気もせんでもないけど、記憶が若干怪しい。よいしょ。4月始まりのゲームで3月31日にするのは、うん、危険だっていうね。でもやっちゃうっていうね。おっと。お、特に理由はないですけどね、3月31日っていう。ただなんか割と珍しい誕生日じゃないですか。3月31日が誕生日の人ってあんまり見ない気がするんですけど、ちょっとレア感の高い誕生日な気がせんでもないっていう。ああ。よいしょ。その誕生日がレア感高いからってどうなんだよっていう話もあるしな。これは、ほって。よいしょ。もう一つ、あれ？うるせえ。角っことかね、やっといたら、ウィンドウが走りやすいんじゃないかなーとか思いつつも全然違うとこやるっていうね。わーい。汗拭き。ごめんね。この辺とか結構ね、そのグレイ君のイベントがあるからなーとか思ってある程度残してたのは残してたけど、まあちょっと気が向いたから、バッサバッサ切ってますけれども。ウィンドウが走りやすいように、端っこら辺は、借り、あれ？あー、びっくりしたー。借り取っておきたいと思いつつも、ふっ、ういっ、ちょい、とん。ふっ、これで結構、外側は枯れたんではないか？あの右端さえ買ったけど、あとはぐるーっていけるしな。ウィンドウ？あ、そこにおったわ。めんごめんご。これで綺麗に走れるようになったんじゃない？ぐるーって。ここ柵ぶつかってこうよ。あ、いけたー。これでぐるーっと走れるようになったー。いや、まあ正直すぐにあそこ埋まると思うけど。正直すぐに言われる。ああ、出荷箱とのあれは結構難しいから、あそこをどうすればいいかなっていう。あそこの曲がるタイミングがめんどくせえかな。ここをすぐ曲がれば、でもこれはまあ、あ、これでいいのか。なるほど。で、ちょっと風呂入ってくるわ。風呂ってくるわ。風呂ってくるじゃねえんだよ。わーい。音が。ここずっと釣りしてると音楽変わらないんだけど、切り替えすると音はね、虫の声になっちゃうんだよね。ゲコゲコと。別に田んぼはないんだけどな、なんでこんな虫はさておきカエルの音するんだろうな、みたいな。
水田とかは当時ないからね。このゲームではない。オリーブタウンにはあるけど、水田作るまでめちゃくちゃ時間かかるっていうね。あの水田プラント作るのめ、水田っていうか水耕プラント作るのにめちゃくちゃ時間かかるというか、ね。作らせる気あんのかみたいな、ね。要求されるからね。よし。じゃあ、ウィンドは、戻ってもろて。ほいー。んーで、よいしょってして。まあ、一応、やっとこか。いや。ブラシ、ブラシ。そして、戻して、ウィンドウ？ウィンドウ？出るんじゃねえ。出るんじゃねえよ、おめえはよ。何しとんでんだよ、ほんとによ。よいしょ。奥の方まで持っていっとこう。よし。よし。んーで、そうだな。明日に、ザクさんの誕生日だから明日にお料理することを忘れそうな気も、ザクさんの行動もよくわからんからな。正直あの5時に出会うのが一番わかりやすいんだよな。アレフにもおしゃれさせたいな。嫌がるかな。割と最近このセリフ多いね。よし。では、おやすみなさいませ。はい。2年目、夏の月28日でした。ご視聴ありがとうございました。